4分でわかるアセントオーメンなのだオーメンはシュラステでいろんなポジション使うことが大事なのだアセントだとオフアングルでオーディン持つのおすすめなのだかなりキモいのだシュラステは積極的に使っていくのだエイセメウルトはこのあたりに飛ぶのとき構強いのだエイラッシュの時にヘブンから挟めるのだエイショにスモーク焚いたら飛ぶのだビーゼメに関してはバックサイトに飛ぶのだ このウルトは結構クリアリング目的が大きいのだバックを見てスムーズにエントリーできるのだ守りの裏取りウルトはここがおすすめなのだメイン進行を見れるのだバレにくいのだ A メインスモークについては基本は右側にたくこっちの方が相手がエントリーしにくいそして普段よく見るスモークはラッシュ対策や A メインをワインまできっちり取られたときに使う耐え目はこうプロコンとダブル回りでうまく耐えれる そしてワンウェイスモークはその速度の関係上 A 所からなるべく下に下げてたくワンウェイの速度が遅いと抜けられるのだそして B の方のワンウェイスモークはこう開幕 B メインのくときとかは不し議速と強いのだおすすめはジェットとかにのぞいてもらって打ち合った瞬間からなのだそして B のタ目はこうバックの左側の入り口を塞ぐ感じなのだスモーク中トリプル回りバックで立ち回れるのだ これ小ネタなんだけど A サイト中で守る時はこんな感じで目を構えながらジャンピそして見えた瞬間メインスモークかい目入れてパラ返してあげると良い感じに守れるのだ A 所のワンウェイもスモークのモード切り替えて炊くと良いのだここのランプの上に乗せるのだ A 所守る時におすすめなのだあとは1000と A はパラあるだけでリテイクが相当しやすいからリテイクになりそうなら残しておくのだ プラのタイミングでリテイク開始なのだエここイの対リテイクの対目はこんな感じでヘブンカでうまく時間を稼ぐのだ味方がメインで遅延できるときに有効なのだ攻めに関してはとりあえず最速ラッシュなら開幕メインパラドローン使わずに即エントリーなのだもう少しゆっくりなときはクロコンパラ もしくは右側パラなのだちょっと上に上げることでヘブンにも当たるしダブル裏とかにも当たるからかなり強力なのだうまく使い分けてほしいのだ谷はパラをタイリテイクに残しといて相手の離婚とかのスキルに合わせてヘブンかから返すのも強いのだパラのタイミングでヘブン勝負してもらってもなおよしなのだ B 攻めの時は無難に B メインパラもしくはスイッチにパラがおすすめなのだ ドローン使ってるとオーディンで抜かれたりするしパラが楽でいいのだそしてマーケットはワンウェイにするのも結構おすすめなのだ意外と簡単にできるからエントリーの際ハイリテイクのイドっちでも便利なのだそしてサイトで耐えるときはロワーにワンウェイ屋根の左端に良い感じで炊くのだそれするだけで相手は相当リテイクしにくいのだ簡単だしさっと炊くのだミッドスモークは手前にちょっと膨らませるのがコツなのだ こんなな感じなのだこうしないと A ショートに行くときに線が通るのだここの車線を切るために少し膨らませる必要があったのだそして A ショートはこんな感じでワンウェイができるからエントリーした後1個目のスモークが晴れるタイミングでワンウェイを入れとくのだこれが強いからエントリーの時ヘブンにはスモークたかない人も多いのだ このあたりの話はマクロ解説でもちょっと触れてるから見てほしいのだ。今回はここまでそれでは羽生。あ